新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ちょっとタイミング的に遅いんですけども、我々のね、動画は最低でもストックが2週間、通常で言うとだいたい3週間分ぐらいね、動画の在庫があるんで、いつもちょっとそこでタイムラグがあるんですけども、実際我々が2022年になって初めての撮影ということで、まあこれちょっといつ出すのかわかんないんですけど、まあ初めての撮影なんで一応挨拶をさせていただきました。ということで今日なんですけども、今髪切ったみたいですけど。そうです、短くした。どうでしょうか。ブス、さらにブスになったね。いやいや、笑われちゃったんから。いいんじゃないですか、誰がさんに、多分スッキリするから。結婚してからは一番短いよね。一番短い。結婚前はもうもっと短い時は、すごいな。結婚前ってあれですよね、23歳とか24歳、そう、あれこういう完全にこういう短いショート、耳が出るから、ね、耳出る、でしたけど、だいぶ久々の、なんかでもね、洗うのもあれも便利になっちゃって、楽になって、わかりました、ということで、今日なんですけども何をやっていくかというと、このチャンネルのですね、振り返りをしていきたいと思います。振り返り、このチャンネルはね、動画を初めて投稿したのが2020年の1月1日なんですよ。2020年、そう、丸2年なんですよ。でちょうど丸2年経ったので、ちょっと一旦振り返ってみようかなと思います。で、まあ実はね、その2020年1月1日よりもさらに半年ぐらい前から、猫のチャンネルは出してたんですけども、なかなか登録者も増えず、他に自分にね何ができるかなと考えた時に、自分にあって他の人にないものって何なのかってずっと考えてた時に、中国生活というのは一つの特徴になると思って、正直、需要はそんなにないと思ったんですけども、自分がね他になんか発信できる知識とか能力とかなんか特別なものが全くなかったので、とりあえず中国に関することを発信してみようとスタートしたんですよ。で最初は私一人だけでこの話をするような動画出してて、あなたが家にいない時に動画撮影してだから、あなたもどんなもの出してたか全然知らないと思うんですけど、たまに自分が車も運転して外どこ出かけちゃう、そういうのもあったね。何でしょうかなと思ってて、別に買い物でもなかったんで、あれ、まさかそれは撮影ですよ、録音とか、それでしょう。女だとは思わなかった。いや、さすがに、さすがにね、そんな早く戻らないでしょう。ああ、そういうことね。どうか行っちゃうでしょ。ああ、そういうことね。夜まで。なるほど。自分一人じゃね、なかなかその人を引きつける力もないとも痛感しまして、あなたに出演してもらった。で、その最初の夫婦トークの動画、最初に撮った動画っていうのは、中国と日本の好きなところ嫌いなところって言って、そこのソファーで撮ったんですけど、覚えてます。覚えてますよ。それから徐々にね、あなたの料理動画とか、あと田舎の動画などが、一つ一つ増えていってって感じなんですけども、ちなみに今までこの2年間で何本の動画を出したと思います？わからない。いや、わからないです。大体って勘で言って当ててみてください。2年間です。やべえ、うんこが100本くらい。100本ってことはないですよ。正解は300本です。え？そのあた？いや、必ずしもだからあなたが全部出てるわけじゃないから、俺が一人で作ったものもあれば、そういう朗読シリーズといって私がね、こう、読んでるやつもあるし、全部トータル入れて300。
作ってるんですよ。すごい、うん、うんこ、うんこするでしょ、怖え。まあね、正直ね、私の動画っていうのは、うん、まあ、作るのに結構時間がかかる方だと思うんですよね、うん、こういう話をしている、うん、あの人の中では、例えば10分話したら、うん、もうそのまま動画が完成しちゃう人もいるわけよ、うん、要するに編集なしで、はい、すごい上手い人はさ、わーって喋って、はい終わりで、はい、ですぐ完成で動画出せるからすごい楽なんだけど、まあ、私の場合はこういうトーク動画も、うん、まあ、無駄なところをカットして、うん、特に僕なんかあのよく「まあ」っていう言葉がすごいいっぱい使っちゃうから、うん、そういうのをカットするわけよ、うん、そうするとだいたい普通に見れるような動画になっていくのね、うん、だから私最初一人で始めた時、一人で動画撮ってる時も、うん、話すことを紙に書いて、うん、それを一行こう覚えて、一、うん、行こうやって、今日は何々ですって喋ってまた見て、また一行こう覚えて、でまた喋るわけよ。でこの見てるところをカットしていく。人の前で話するのは嫌なタイプですし、うん、そうしないしね、しないし、めったにしないし、うん、撮影する時見てて紙に書いてても緊張して出ないな、うんうん、でそれはすごく私にとってなんか不思議だな、はい、どうしたのこの人は、さすが日本語わからないのぐらいで、で詰まっちゃうの、その書いてるでしょって、うん、それでね間違えちゃって口がなんか言う通りにいかないんで、テレビ見て本当不思議だった、笑っちゃった、いや本当に緊張して、特にそのなんつうの、頭で考えて話すってことできないから、ちょっと2人は違うタイプ、全然違う、私ねっていうのはその場でちょっと考えながら言うタイプなんですね、うんうん、そこは本当違うよね、うん、編集をすれば、うん、ちゃんと喋ってるようにも見えるんですよね、うん、だから編集の力ってすごい大事で、うん、であなたの料理とかもね、うん、いやあなた本当にうまい、料理早いしうまいんだけど、うん、例えば30分かけて作った料理をさ動画にした時に10分にだいたいしてるわけだから、うまく繋がらないといけない、うまくスムーズに流れてるように見えるでしょ、そうそうそう、後から見ると、そうそうそう、自分で作ってた時の感覚よりも、うんうん、そうだね、でそれはやっぱり編集の力なわけで、うん、もうね、みんなさなんかモーさんはね手際がいいとかうまいとかなんとかって言うんですけど、俺の編集でさこういう、そうそうそう、うまくさやってる、包んでるように見せてるっていうのは、はいはい、もう 80% 編集力です、いや本当よこれマジでそこでだいぶねあなたの評価を上げてるのよ、俺の力で、ありがとうございますありがとうございます、いやそれ間違いない、 80% は編集力、いや80とは言わないけどさ、まあ40%か50%だから、うん、まあ何が言いたいかというと、確かにこのスタート、この動画スタートしてから、うん、まあ約8000人までね、うん、おかげさまで伸びましたけども、大概の人がねこの嫁のおかげだ、ね、モーさんのおかげだって言うんですけど、 あなただけでは絶対うまくいかない、絶対いかないから、うん、俺だけでもうまくいかないから、うん、2人の力をね、だから夫婦で、そうなんです、なんか来ましたけどということで、で、はい、あとねもう一つ言いたいのは田舎動画もそうだし料理動画もそうなんだけど、うん、我々の動画ってそのはい撮影しますよーいスタートって言って撮るようなことじゃないわけよ、ないよね、もう普段の生活の中で流れ、うんうん、あなただった料理、何のも飾りがなくて、そうそうそう、普通やってること全部こうそのままなんです、そのまま撮るわけね、うん、だから撮る側としたらさ、うん、この人が次どういう動きするのかっていうのを予測しながらやっていかないといけないし、うんうん、でまた全然みんな気にしてないからさ、うん、こっちとしてはさ例えば田舎動画でもさ、うん、この鳥が鳴いてる音とか水出してたらその水の音とかさ、うん、を動画に生かしたいのに、うんうん、なんか変な昨日おばちゃんがなんかかぼちゃもらってどうのとか全然関係ないこと言葉が大声で喋ってるからうんうん、うん、
だからなんか削除しないといけない。そう、削除してボリューム落とすとそういう鳥の音とかね、うん、なんか自然の音が消えちゃうし、うんうん、まあね、いろいろあるんですよ、まあ、確かにその辺大変ですね、うんうん、田舎もとにかくそうです、うん、で、あと撮ってるうちに、はい、例えば他の人来たりして、そうそうそう、でわけわからないことを大声で話して、うん、そうそうそう、やっと撮ったものは今度はそのそれは削除するためになくなったりとか、うんうん、いや確かに大変ですね、はい、そうなんですよ、うんうん、まあ、突然ですけども、うん、あのこの雰囲気は、あ、日本に帰ってまいりました。日本に帰っているふりをしてます、はい、多分皆さん、あの僕何も説明してなかったですけども、うん、気になってると思うんですよ。初めての裏側の初めてだなって、うん、初めての雰囲気だから、はい、日本ではございません。家の中にあるあの一つの畳部屋でございます。畳部屋です、はい、はい、なんか誰がさんくるくるくるくこの野郎、うん、まあ、ちょっとあのどんなものがあったか見ながら、うん、ちょっと話していきましょう、うん、はい、まあ、この辺、僕がずっと作ってたやつでね、うん、まあ、10本目ぐらいからね、うん、あなたが登場して懐かしいです。夫婦トークして、うん、で、あとはこんなのも覚えてる、ひまわりの種、うん、食べながらね、うんうん、はい、やってたのと、この辺もなんか俺覚えてるけど、その立春立春にババが作ってるでしょ、作ったやつね、結局なんか穴が開いちゃって、穴開いたりとかでね、夫婦のちゃんとしたトークはこの辺で、あ、この辺か、デッシャーとか、うん、名前の話とか覚えてる、うん、覚えてる、あ、そう、うん、この辺再生数、この辺はまあいいじゃないですか、再生数、うんうんうん、で明らかに再生数悪いこの動画は、うん、私と息子、あとあなたで、うん、トランプで心理戦やったやつなんですよ。あ、その結構俺がさ、なんかダーバーバーとか言ってて、うん、すごい笑って面白い動画なのに全然いかないんですよ、みんな見てくれないんですよ。これはちょっと古い動画ですけど、結構おすすめ動画なんですよ。あ、面白かったの、ね、面白かったのでね、うん、だいたい45本目ぐらいから、うん、この田舎の動画を出したんですよ、うんうん、でこれがね、もう最初ね、うん、500回見てもらうまでに 1ヶ月かかったの。あ、でも今もう本当にこれがこのチャンネルでのね、伸び始めたきっかけになるんですよね、うんうんうん、でこの田舎シリーズでは、まあ、明らかに他の動画とは反応が違ったので、うん、まあ、もしかしたらこのシリーズだけでね、ずっと出していけてたら、うんうん、もっと早く登録者が伸びてたかもしれませんけども、うん、まあ、いろんなことをやって、うん、でね、この田舎動画出して、うん、やっとこの辺で100人ですよ。これで100人いったのが2020年の7月4日ですから、うん、まあ、7ヶ月かかって100人、うん、はい、ね、でその時コメントね、くださった方が、うんうん、何人かいて、うん、今もね、残って、うん、見てくれてコメント今もくださる方が何人かいらっしゃるんで、本当にもうありがたい感じですね。ありがとうございます、ね、うん、もう100人からですからね、もうこのチャンネルをの成長を一緒に見守ってきたという感じなんですね、うん、はい、そうですね、はい、うん、で、あなたの料理動画が出てくるのがね、この辺からだと思うんだけどね、麻婆豆腐とか、うん、この辺からあなたが本格的に料理を作り出して、うん、スワンラーフェンとかね、うん、出してきたん、作り出して、
あとね、この辺の青唐辛子、うん、これはね、私はまだ見てない人はね、おすすめしたいんですけどね。で、特にね、この辺息子とね、うん、市場に行ったこの動画、うん、これはもう個人的にはすごい好きなんですよ、うん、あの息子へのねメッセージみたいなのが込められた動画で、はい、あのすごい好きなんで、これはぜひまだ見てない人は見てほしいな。この辺青唐辛子と市場動画、うんうん、あんなにあったか。ん？いや、こんなんあったか。ありますよ。この辺覚えてるでしょ、生活費について。そうそう、それは覚えてます。この辺はやっぱりね、あの他のと比べると見れてる、うん、まあ、皆さんあのご興味があるんだと思うんですけど。そうでしょうね、うん、日本と比べてそうどうですかね、うん、あとね、あなたの料理でいうとこれは最高でしょう。これはエビと大根のね、うん、日本から持ってきた釜、うん、使って、うん、まんこ鍋、うん、まんこ焼き、おいしい、おいしかった、ね、あれおいしかったよ、うん、あれだからあれ以来結構たまに作るじゃん。そう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 、うん、あれおいしかった、あれおいしかった。ワインとか作ってますよ。ワインも作ったし、うんうん、あのちなみにワインはね、日本では作っちゃいけないのでご注意ください。このね、なれそめトーク、うん、これは結構人気が高いんですよ、うん、まあ、他のと比べると、うん、これはね、私は当時はその私が作ってる朗読シリーズ、うん、読むやつのものを広めたいという思いがあって、あのそれを振り返るっていう、うん、なるそめトークを撮ったんですけど、うん、まあ、皆さんなんか興味あるのか、うん、結構いい、ね、うん、人気あって、だから定期的にね、うん、その後も出していってると思うんですけど、うん、あとね、これを豚カツ串、とんかつとんかつ作ってた、うん、これはね結構いい動画ですよ。これも人気ある、うんうん、ありますけどね、うんうん、これがきっかけで大体あれでしょ、日本料理系、日本料理系最近あげてる、うん、たこ焼きとかさ、お好み焼きとかもそうだけど、うんうんうん、あと串揚げとかさ、うんうん、これきっかけでだんだん増やしていった感じですよね、うんうん、はい。今私が作ってる動画のスタイルとして、うん、最後になんかちょっと言葉をこう入れるのは、この食べ放題行った時の、うん、あの動画からちょっと始まった感じ。あ、これも好きだ。俺は個人的に好きなのはやっぱり、うんうん、これも好きだし、はいはい、うん、満たされてない今を嘆くのではなく、満たそうとしてる今を楽しむべし。まあ、その言葉は好きやね。うん、いい感じだった。いい感じ。え、パパ考えてた言葉。そうですよ。すごいね。うん、文学力すごいじゃん。いやいやいや。あ、その喋れないじゃん。2021年の旧正月、うんうん。はい。それ覚えてる私。これはね、旧正月動画に出てきたからよかったよね。ね。うん。まあ、コロナ前ですよね、まだね。コロナ前ね。まあ、今年本当旧正月前の準備がね、うん、見せたいけどね、田舎どんなこと、まあ、田舎すごくあのにぎやかで面白いよ、うん、またね、都会とは違う、うん、都会と感じがあるから、ね、うんうん、まあ、あの当然のことながら今8000人ですけども、うん、あの途中途中で皆さん増えてね、うん、行かれてるんで、うん、過去の動画を見られてないって方も多いと思うんで、そうだね、あのぜひ ね、 そうですね、過去動画を見返して、はい、見返すっていうか、まだ見られてない方は見ていただきたいなと思います、うん、まあ、今8000人ですけど、まずね、当面はね、うん、登録者1万人を目指して頑張っていきますけれども、うん、ちなみに視聴者さんの感覚だとね、うん、まあ、1万人っていうと、うん、まあ、そんな大きなチャンネルじゃないっていう感覚はあると思うんですけど、うん、YouTube やってる人には本当これがすごいことなんだなっていうのはね、感覚としてわかると思うのね、うん、っていうのは、うん、だいたいその1000人いってる人、登録者が1000人いってる人っていうのは、うん、全体の YouTube に動画を上げてる人の中の 10% から 15% しかいないんですよ、うん、
1000人って。あ、そうなんですか。で5000人行ってる人は 5% なんですよ。で1万人行ってる人は 3% なんですよ。ということは、まあ、学校でもそうだけどさ、100人生徒がいてさ、その中の3番に入るってすごい大変じゃん。まああなたはトップだからねあれかもしれませんけどすごい大変じゃん。だからそれがもうあと2000人でその 3% の中に入れる、まあ、すでに今 5% の中には入ってるっていうのはすごいことなんですよ。皆さんのサザエ感謝しております。本当に感謝です、うん、感謝です、うん。我々のチャンネルで言うと、うん、今作ってる動画っていうのはあのどうしてもねその45歳以上の中高年、しかも日本人向けなんですよ完全に。はいはいはい、はい、でも中国で YouTube 見れないけど、うん、中国で見れるようにしてる人もいるし、あの中国の外に出て行ってる中国人、うんうんうん、全世界の中国人、うんうん、この人たちに見てもらおうとすれば、うん、かなりの数がやっぱりまた集まると思うんですよね、うん、そうだね、うん、そこ向けにそうだねやればね。だからちょっとそこ難しいところで、やっぱり日本人にも見てもらいたい、中国人にも見てもらいたい、じゃあその中国語訳をあのつければいいのかと、うんうん、まあ、現に例えばこの辺なんかずっとちょっと一時期中国字幕を頑張ってた時あるよね。そうすると、まあ、全体的に料理動画でも、まあ、8000とか6000とかね、うん、ちょっと若干やっぱり高めにはなるんですよ。でデータで言うとやっぱり当時のデータで言うと 5% ぐらいやっぱり中国からの中国人の視聴者が見てくれてるってデータになってるから、うんうん、本格的に力入れていけばこの 5% が、まあ、10% とか 15% とか増えてくれば、うんうん、全体的なボリュームは上がっていくと思うけど、うんうんうん、息子と一緒にでも、ね、この息子もこれ我々動画出して2年間のうちに全然変わったからね。変わったね今見て ね声も違うし顔も違うし、なんでそんな変わっちゃうのね、うん、今見て私もそう思ってたんだ。あ、そうなの、うん、ということで、まあ、2年間をちょっと振り返ってきましたけども、なんか特に印象に残ってたのとかあります？私、うん、動画、うん、全部残ってる人。一緒に日本料理やるのは一緒に、うん、まあ面白いしね。面白い、その自分たちで見てても面白いね、後から見てもね。やっぱり日本料理いつもやってないから、うんうん、でこの先生、この先生ね、うん、この先生たまにもなんか動画、はい、動画ね、ね、何細かく見ない時よくあるんだよ。いやいや動画で後で結果的にどんなものが出るか、うん、それが期待しながらやる面白いじゃないですか。で失敗の時お好み焼きね、めちゃくちゃ焼きになっちゃったし、うん、味は美味しいけど、うんうんうん、でそれが面白いよね、うんうん、分かんないことをやってみる。そうそうそう、うん、指導者がね、指導者たまにね、いやいやいや似ちゃうの動画で。日本にいてもさ、料理とかしてきてないから分かんないんだよね。あの工場で作るようなものはさ分かるけどさ、まあまあそんなこんなで、うん、まあまだね、うん、まあ、これからもう引き続き、はい、まあ、週3回ね上げていきますんで、はい、今後も視聴のほどお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では、はい、うん、この辺で今日は、はい、再び見るで、再見。